はい、お茶くれです。今回なんですけれども、本日朝ですね、大変残念なニュースが入ってきました。巨人の杉内俊哉選手が現役をね、引退すると、今季限りで現役を引退するというね、ニュースが飛び込んできたわけですが、先日ですね、同い年である村田修一選手が、栃木でね、引退試合を行ったわけですが、まあ、それに続くような形でですね、この杉内選手も現役を今年で引退するっていうね、まあ、まずは一つね、お疲れ様でしたと言いたい気持ちなんですけれども、ただでも本当にね、この杉内俊哉選手に関しては僕個人的に一番記憶に残ってる試合としては、まあ、もちろんノーヒットノーランっていうところもあるんですが、個人的にはソフトバンクにいた時に巨人対ソフトバンクの交流戦で9回までね、完璧なピッチングで0点で抑えていて、最後ね、大道選手にホームラン打たれるっていう試合があったんですが、あの試合ちょっと実は僕現地に行ってまして、まあ、その試合をね、ソフトバンク時代の杉内選手の、まあ、多分最初で最後だったと思うんですが、現地で見るのは最初で最後だったと思うんですが、そんな記憶がございます。はい。で、まあ、この杉内選手に関しては本当に200勝できるピッチャーだったんじゃないかなと個人的には思っていて、まあ、今回タイトルとかサムネとかにも書いていると思うんですが、もし杉内選手が怪我をしていなかったら200勝を達成することができていたのか、っていうかむしろもう200勝を何としても達成させたいというような企画でございます。こちらが今プロスピ2015なんですが、まあ、この能力が搭載される2014年のシーズンに関しては10勝6敗というね、成績でございました。で、能力に関しては星75というところで素晴らしい能力になっていると思います。これが2015年の巨人投手陣なんですが、杉内選手は先発2万名、まあいいでしょう、このまま行きましょう、デフォルトで行きたいと思います。で、野手が、そうですね、まあ野手も別にそのままでいいかな。うわ、セペダがいる、うわ懐かしい。で、今回は怪我をしなかったらという仮定になるので怪我はなしにしておきます。で、疲労度はまあありにして、この辺は全部ありで、トレード FA、 まあこの辺もいいでしょう。で、成長衰退はオンにしておきます。はい、うん、これでいきましょう。まあ今現実世界2018年なわけですが、こっから2015、2016、2017、2018、まあ4年で全然達成してもおかしくないと思うんですよね。監督はまだ原監督です。よし、いきましょう。